自分はジュニ浦和レッズのジュニエースから浦和レッズにお世話になっていて、まあ、その時からもうプロとして浦和レッズでやりたいっていう気持ちがもう強かったんで、プロ1年目としてつける番号として、まあ、思い出深い番号にできればなと思います、はい。まあ、ジュニアエースの時から赤い、まあ、着慣れたユニフォームなんですけど、まあ、いつもよりもなんか重たさっていうか重みを感じます。自分のストロングポイントは左足のキックと、まあ、スピードです。アジア一のサポーターで、もう熱い、どこよりも熱い熱狂的なサポーターという印象があります。まあ、自分はまあ結構多分やんちゃだったと思います。ちっちゃい頃から本当にサッカーばっかりやってて、まあ、でもよく友達と遊ぶのが好きでした。小さい頃は結構ロナウジーニョとか好きでした。まあ、ゆっくり、まあ、時間使って休んだりとか、まあ、あとは友達と遊んだりっていうのをしています。まずはしっかり試合に出て、サポーターの前にしっかり自分の持ち味とか、そう、戦う、もう気持ちを前面に出して戦う姿勢とかを見せるよう頑張りたいと思います。